はい、皆さんこんにちは、ワンダルビルビーチです。では今回は信長野望大将パッキーと斉藤家のプレイ続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、まあ、本願寺、そして、足利将軍家から敵視されて、その勢力との戦いを繰り広げてきているんですけども、今回はですね、まずは本願寺の北陸勢力ですね、大聖寺と小山御坊を抜いてしまうというふうに思っています。で、今足利将軍家、その第13代将軍義輝自ら武部山城にやってきているので、この武部山城は一旦放棄します。あくまで目標は本願寺、ここは脱出させましょう。利久刑事を脱出させる。で、そしたらですね、軍勢を集めて一気に小山御坊を抜きます。斉藤義辰15,000か、毎月6,000の兵糧が減っていくのはきつすぎる、さすがに。なので、安兵衛も削って10,000の軍勢でなんとか削ってもらおう。小山御坊さえ潰せば、しかもできれば場外決戦に持ち込みたいよね。報告いたします。で、金はとにかく貯めておきます。兵糧が不足している。ただし進出だけはして、お金のね、元の入りの量は増やします。かしこまった。なんとしても小山御坊を抜く。お、家康と信玄がぶつかる、これはグッドニュースだな。もちろん手を貸してやろう。風林火山、これでもう三河方面に火を配る必要はなくなりましたからね。三河武士の誇り、さすがに信玄相手では家康もここは勝ち目はないでしょう。そしたら敵が出てこないようであれば、隊を2つに分けたいな。手を打ちましょう。隊を2つに分けることはできないのか。ちょっと待ってね、今更だけど分けることはできないね。しょうがない、16,000で小山御坊を抜きましょう。報告いたします。信玄も相当兵を失いましたけど、先月の、ここで家康を撃っておけばね、かなり大きいですからね。これより表情を行う。では農業論議を入れて、バランスよく視察、これは言えてない、視察力を獲得し、行動増加は最優先でやりましょう。これで2回入れられますからね。で、第一先の話になりますが、開墾で農地拡張も入れておく。灌漑支援も入れちゃおう。とにかく今は兵糧が欲しい。喉から手が出るほど。では、まずは進出。とにかく金をかき集めていきましょう。はは、残りは温存。取引を行いましょう。まだ兵糧欲しいっていうフェーズじゃないからね。どちらかというと、水のあたりから兵糧を巻き上げましょう。かしこまった。兵糧を分けてくれ。で、金は温存して小山御坊攻めに入ります。使いの者が来たようです。いや、無条件はありえないな。さて、小山御坊の攻略戦、強行で86、包囲で76日、まあ、包囲76日かな。兵糧がね、お互いにとってかなり厳しいですが、報告いたします。ご命令を。では金を使って兵糧を買っておきましょう。
今は兵糧がね、手に入れておくというのが最優先事項になってきますからね。はっ、ほっ、取引を行いましょう。ありがとうございました。仏滅的面、仏の怒りを恐れなさい。一向一揆の先導結構きついんだよね、本願寺の。で、この先は兵糧が持つ限り大山ごぼうを抜いておく。報告いたします。先月の終始でございます。1ヶ月2ヶ月だな、持つのが。ご命令を。今は取引を行いましょう。わずかであれ兵糧を買う。三河武士の誇り見せるは今ぞ。これで家康が滅びますね。で、六角から兵を貸してくれという要求。全然貸す代わりに金をくれ。かたじけない。その金でまた兵糧を買う。で、北畠と六角。ここは六角でしょう。北畠ももう偶然の灯火だな。この城もらったぞ。で、お山ごぼうを取りましたね。杉浦か、徒用して死んぜよ。で、残りの兵糧が4800。大聖寺のここの城を落としてしまうべきかどうか、兵糧4000残しておくべきかどうか。残しておくべきだね。ここは一旦騎乗しましょう。もう大聖寺の2500では何もできないでしょう。やれば。こちらはこの志確実に次に来る足利将軍家とのバトルに備えて兵を戻します。報告いたします。次の兵糧が入ってくるまで、ね、先月の既存の兵糧で耐えなければいけない。これより表情を。では農業商業を入れていきます。これにて表情を終える。で、どうする。雪、雪対策は早めに入れておいてもいいかもね。現に今雪が降ってますからね。で、お、田中義政が入ってくれるね。ま、凡庸中の凡庸ですけど、武将の数は欲しいので入れておきます。でだ、こっからだな。まず講和で、本願寺とは一旦和睦しましょう。和睦のタイミングをね、別々にしておくのは悪いことではないので。で、あとは神前だな。は、周辺国とはしっかり吉見を通じておく。別所は、さらに赤松。で、山名と、まあ、全員というわけにはいかないですが、敵は少なくしておきましょう。ただでさえ敵が多いので。こっから先は進出して金を貯めておく。はは、で、継続あってんでいいかな。かしこまった。で、兵糧がピンチなのでこのままステイかな。武将だけ配属しておきます。最前線小山五分、ここには戦える武将を置いておきたいからな。杉浦をいきなり置いとく。大丈夫だろう、裏切るだよというとこぐらいですかね。で、あとは稲葉山城から武将を何人かつけておきます。
かしこまった。裏切るやつはどんどん裏切ってもらって構わないよと。どうせ滅びますからね、本願寺は。よし、本願寺と和睦してる間に兵力を蓄えましょう。ここは信玄武田家のイベントですね。見ていきます。はい、勝頼がね、武田家の後継者となる、そういうイベントを見ていただきました。報告いたします。筒井との同盟が切れるという話になっているので、まだ筒井との同盟を切らせるわけにはいかない。ここは同盟の延長を申し入れましょう。はは。将軍を倒し本願寺を潰す、その時まではまだ、同盟関係は維持します。ではちょっと防衛関係を見直していきましょう。前線となるところね。ははっ。かしこまった。いや本当にもうカクカクしろじろ、わけのわからん奴らに占領されてるからな。そういう意味でもいち早く本願寺を潰しておきたいな。来たな。再びここで御内証 発動ですね。これに参加してくるのはとはいえもう勢力的には多くないな。清水山に押してる軍1万、これを迎え受けるのか。
長老を買っておきたいかな。これで兵1万4000か。いや、1万4000は無理だ。5850。これで迎え撃つしかないね。進め。兵糧が本当に足りない。待機せよ。さあ、これで兵糧を貯め買って一気に将軍とのバトルを制して兵を引かせましょう。飽きないよ。いや、金ないからさ、飽きないを始めましょうって言われたもん。金を貸してくれ。先月の収支でございます。ご命令を。とりあえず半月持てばいい。取引を行います。その間に将軍1万の軍を打ち払う。仏罰敵面。そう、ご内所とこの一騎で本当に削られるからな。ここで将軍家を一気に叩く。さて、どこに敵が布陣しているか不明ですが、罠としては鉄砲水を張り巡らせておく。で、全軍でもって全面の敵にぶつかると。側面はね、罠に任せておきます。遅れを取るな。ここにいるのが将軍だと、そう目論んでいきましょう。外れたら外れた時だ。全軍が乱戦の中、将軍を撃つ。敵の居所掴みました。 A の角ですね。互角ですからね。敵の居所掴みましたぞ。よし、参りに従ってる間にこちらは全面の敵にぶつかる。叩き潰せ。このまま叩き潰せ。叩き潰せ。最大戦速だ。さて、踏み潰してやるぜ。ねえ、やっちまったな。叩き潰せ。攻撃受けている。叩き潰せ。将軍がどこにいる。将軍の居場所がわからないとどうにもならないな。掴みました。いた、ここだ。始めよ。叩き潰せ。やりたい、前へ。今は引こう。やりたい、前へ。叩き潰せ。後ろを突かれてるが、こちらはもう将軍の目と鼻の先まで来ている。やりたい、前へ。やりたい、前へ。最大戦速。さらに臨戦も張っておこう。前へ。何しやがる。最大戦速。やりたい、前へ。やりたい、前へ。叩き潰せ。藤高を狙う。敵の居所掴みましたぞ。よし、なんとか義輝を撃破したので、叩き潰せ。負け犬ども、
消えうせい。その通り。捕獲したもの、おお、ミツブチじゃないか。これね、今、キリンが来るでね、話題になってますよね。問いをしておきましょう。残りは、全員死んでもらう。深く。いや、よかったのかな。まあ、ただ、これで将軍家の、ダメージは計り知れないだろう。一旦兵を引きます。だは。我が領内に敵が迫っております。小山五号から兵2000か。まあただ兵2000だったら支えきれるだろう。我が領内に敵が迫っております。大垣城にも兵2000か。金がないぞ。で、ここは上杉家の話ですね。一旦スキップしていきましょう。との同盟があと1ヶ月。くぅ、兵糧がない。金もなければ兵糧もない。表情を行う。どうする？落ちるぞ、城が。このさ、本当に仏伐敵面と包囲網。これ苦しいな。本当に苦しいね。どうしようかな。ご命令を。とりあえずはまあ兵糧がねあと98しかないので取引を行いましょう。まあ兵糧買うでしょう。と言ってもまあ知れてるからな。あと交渉で誰か俺に米をください。ちょっとでいいです。米をください。お金でもいいです。手当たり次第ちょっと米をね分けてくれと、まあ、そういうお願いをしてまいりましょう。三好とも同盟の前に米だよ。米をください。というところですかね。はい。では今回はねちょっと短めですが一旦ここまでにさせていただいてですね、次回この米がない中での戦い、頑張っていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。